きチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっと報告があるんですよ。はい。ん？今一瞬忘れたんですけど、あ、またやりますか。え、報告が。また多分これ前回の動画見てる人見てませんかね。もういいですか。だって期待してんじゃん。またもう一回やってくれっていう。どうします。ちょっとパッて見せときますか。はい。よろしくお願いします。何笑っとんねんと思ってる人はその前回の動画とか見ていただいて。そうだね、はい、さあということで、はい、今日期待の新戦力と、はい、いうところでね、パ・リーグ編、はい、お送りしますけども、はい、今日まずはね、ソフトバンク、うん、谷川原選手、はい、これはキャンプでね、うん、見てきて、いや肩も強いし、快挙のもいいけど、うん、谷川原の肩もやばいよと、はい、でもともとね、まあ、キャッチャーもできるっていうところでも、はい、まあね、あのコンバート、うん、もしてね、外野手とか守ったりしながら6年目、24歳、はい、うん、これ来るんちゃうかと思ったけど、やっぱりちょっと1軍の壁が厚くて、はい、59試合出場、1割4分6厘、ね、ホームラン1本っていうところでね、ちょっとこう壁だね、1軍の、まあ、59でも出てるんですもんね。そう、うん、まあ、約3分の1ぐらい出てるからね、はい、でも 2軍でも2割5分4厘、はい、ホームラン3本だから、まあでもチャンスあるけどね、キャッチャーとして出るのは結構難しくないですか。それは難しい、だからもうコンバットよ、うん、そうですね。でもその中ではまあ外野もね、柳町とか出たりとか、あとね、佐藤もいるしね、はい、で中谷ね、トレードできた選手もいるし、うん、だからそういったところでも競争だね、結構そうですね、激しいですね。でもあの肩は魅力だったからね、まあ、キャンプで見ただけにね、期待してたけども、はい、ちょっとね、うまく回らなかったね、はい、うん、まあ、タイミングってありますからね。そう、うん、まあでもいずれね、出てくる選手じゃないのかなっていうところはね、やっぱ身体能力見てても思うところですね。はい、じゃ引き続き注目ということで、そうですね。続いて、はい、ロッテ、はい、キャッチャー佐藤俊哉、はい、いや、なんかパッとせんな、うん、何試合でしたか今年。62試合、でも代打とか出てるからね、うん、はい、あの打率2割5厘、いいとこで決めてたじゃないですか。ホームラン6本、まあさようならね、はい、でもやっぱトータルで見るとやっぱ2割5厘だからね。うん、でも守備も新人時の方がうまかったね。へえ。どんどん下手くそになっていってる。そんなことってあるんですか。それはあるの。なんですな、え、下手になっちゃうんですか。うん、うん、だからそこをちゃんと修正させなきゃいけないよね、周りも、ね、本人もしなきゃいけないけどね、うん、そういったところでちょっとね、はい、パッとしないね、正直、うん、だって加藤が出てたからね、打率0割台が、はい、あ、そうです、最後のそうでしたね、うん、トレードできてね、はい、そういったところでも本当にちょっと守備頑張れば、うん、っていくところで守備頑張んなきゃいけない、ちょっと守備がちょっと1軍のレベルに達してないね、うん、厳しく言うようだけど、はい、だからそこら辺はちょっとね、本当に気合い入れて守備の練習しないと、はい、ちょっとまた代打やとかね、うん、なっちゃうよね、はい、コンバートするにしても2割5厘じゃコンバートできないから、ね、うん、正直ね、代打やになっちゃう。あと高部、はい、ね、秋人、2軍でも2軍の神様になってるのよ今、はい、あのそんなにいいんですか。61試合出場で3割2分7厘おー67安打ホームラン4本、はい、っていうところでね、うん、でも1軍に来たら打率1割4分5厘、うん、33試合出場1軍の壁だね。うーん、そうですね、うん、だからここをどう乗り切るかがね、うん、勝負だね。まあ、1軍と2軍はだいぶ違うって言いますからね。そうそう、2軍は地上、うん、あの1軍は宇宙だからね、はい、その2差がある。そう、はい、まあ、でも2軍で打てないと1軍で打てないからね、うん、そういった意味でも今年ね、外野手でだからまあね、そのセンターとかレフトはまってなかったからね、はい、そこを埋め切れるかっていうところで埋め切れないんだよね。2軍じゃ無双してんだけどね、でもやっぱりその2軍と1軍じゃやっぱ圧倒的違いあるからね、うん、だってルーキーイヤーの昨年も2軍で3割4分4厘だからね、すごい、うん、だからもう1軍でどうやったら結果出るかはもっと考えなきゃいけないね、うん、正直、はい、もう2軍のね、2軍のチャンピオンになっても仕方ないからね。2軍で、まあ、打ててからこそ1軍で打てるっていう意味ではまだまだここから、うん、あるけど、やっぱその一気に1割台に下がってるから、はい、もっと1軍で結果出すことを考えながら練習しなきゃいけないね、はい、で西武、はい、お、鈴木、我らが鈴木翔平、はい、我らが鈴木翔平、はい、どうでしたか。ちょっと今年20数試合でしたね、1軍ではね、うん、はい、おい、2軍のチャンピオンじゃん、3割3分3厘打ってるよ、はい、54試合出場で、うん、1軍だと27試合で、うん、打率1割5分8厘なんですよ。あら、1軍の完全壁だね、うん、だ1軍でどうやったら結果出すかを鈴木翔平も考えなきゃいけないよね、うん、そうですね。
だって今年外野はね、アイトとかがね、はい、最初出てきたりとか、うん、まあ、栗山もいて、若林が出てる騎士でしょ、はい、でも外野も空いてたのよ、うん、こう絶対的なレギュラーっていなかったわけよ、はい、それ疲れきれない ね、 ね、秋山選手の後にもう鈴木翔平で来るってなってたんですけどね、私の中では一軍の壁だね、はい、一軍でどうやって蹴ったら結果を出るかをもっと考えながら、うん、はい、高部もそうだけど練習しなきゃいけない ね、 ね、頑張ってね、初めて言ったねだいぶ個人的思いが入ってるね。今まで崖っぷり選手とかいろいろ言ってきたら頑張ってねって誰も言わなかった、楽天の選手にすら言わなかったのに郷土愛強いね。まあ私も地元愛激しいんで、麻酔の時言わなかったよね。いやいや、今麻酔頑張ってくださいとかって言わなかった。言わなかったですね。 あれあれ鈴木君頑張ってね、ちょっと思い入れが与座、はい、ピッチャーね、うん、最後出てきてちょろっと頑張ったんだよね、うん、まあ、8月22日にね勝利上げて、はい、でまあ10月1日18日26日で終盤ね投げてて自責点もねつかないでしっかり抑えてたけど、まあ、勝ち星はね、はい、つかないっていうところで、まあ、終盤のねピッチングは非常に来季に向けてはね良かったかなと思うところだけども、はい、うん、全体的に見たら、まあ、ちょっと寂しいね。今年防御率は 2.79、 15試合登板先発5、で2軍では防御率 1.31 だからね、12試合9先発だから2軍、はい、ちょっと2軍無双多いね、はい、西武与座もだもっと1軍でどう、でもまあ与座は最後良かったからね、はい、こう来シーズン向けてこのねアクセントとして入ってこれたら大きいんでね、うん、先発でもリリーフでもね、はい、そういったところではまあそろそろね頑張ってもらいたいよね、うん、だってもう年齢も26歳だからね、あ、そうか、社会人から入る、そうそう、だからもう結構ねいい感じになってくるから、もう新戦力と言えここに入ってこれないからね。そうですね、ああ、もうここの枠卒業ぐらいだからね、うん、年齢的には、そう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 、はい、で続いて楽天、はいはい、石原選手、うん、一軍出た今年、いや多分出てないと思いますね、キャンプでね、はい、見てよかったのよ、うん、その試合をね、はい、俺いいじゃんと思って、しかもキャッチャーもね、うん、なかなか決まってないわけだからね、はい、二軍でに打てへんな、打たなきゃね、もっとそうですね、すごい可愛いんですけどね、打たなきゃ出れないからね、でしかも隅田にも来たしね、はい、で新人でしかも愛知大からね、うん、取ってるから安田選手ね、ちょっと勝負だよ、そうですね、うん、この期待されてる時にバンバンって結果出さないと来るからね、はい、私的にはもう堀内君もすごいもん頑張ってほしいな、もう同世代なんでね、ちょっと大ピンチだね石原は、はい、ここに来て、うん、期待の新戦力からこぼれちゃうね、はい、次がもう5年目か、うん、はい、で次武藤、はい、多分またこっから出てくる選手だと思いますね、うん、1軍で打率1割5厘、うん、2軍で2割6分8厘、はい、まあこっからか、左打ちだからね、こっからだと思います、こっからなの、はい、これ袴田さん推しでもあるんだよね、はい、どうなの、辰巳選手とすごい仲がいいみたいなんですよね、お、はい、なのでああいう感じにまだこれから、まあ、20歳だしね、はい、まだこれからですよ、まあ、こう継続して見ていこうか、はい、この武藤はね、そうです、うん、そういった選手、武藤とじゃあ鈴木翔平もギリギリよ、はい、継続的に見ていく、継続的にもうちょっと、まあ、競争、ね、競争のを見守りたいですね、そうだね、はい、武藤君は多分ここからまだ未来の楽天を担う外野手だと思ってるんで、はい、この1年じゃなかったね、そうです、ね、はい、そこはちょっと今後もね、今後も引き続き、はい、はい、日本ハム、はい、吉田輝星、うん、いや出てくると思ったけどね、はい、今年正直その勝ち負けは別としてね、うん、でももう1軍で1試合登板の1敗防御率9点、はい、で2軍では 4.456 勝8敗、うん、2軍でもあんまりパッとせんな、そっか、感じ的にね、成績だけ見ると19試合登板15先発、6勝8敗、うん、っていうところでちょっと伸び悩んでるかな、ビッグボスに襟足切った方がかっこいいよって言われて、うん、すごいスッキリした髪型になってましたね、そうなの、はい、でビッグボスが襟足あるんじゃん、ありましたっけ、いやビッグボスなかったっけ、ないじゃないですか、上だけから、はい、そう、身だしなみから整えないとこう強くなれないぞって、ね、言ってましたからね、うんうんうん、身だしなみ整えてましたから、そうなの、はい、じゃあもう期待あるの、来年ビッグボスがどうするかですね、まあでも結果出さなきゃ使えないからね、はい、そういった面でもまあ、先発ローテーションね、うん、そんなにカチッと決まってるわけじゃないから、はい、チャンスはあるからね、うん、やっぱ今の日本ハムの、はい、投手力を考えるとね、
そういった面でも、もうこのオフがっつり遊ばないで練習して、2、3、4勝負だね。そうですね、うん、2月から4月まで、うん、が勝負でね、まあ、どういったところを見せるのか、まあ、キャンプ見に行くのが楽しみだね。そうですね、うん、でも今年はちょっとパッとしなかったね、はい、今年もうちょっと出てくるかなっていうね、いうところはあったけど、奥川、はい、宮城、うん、佐々木朗希、そっか、同じ世代が2年目、うんうん、ちょっとこう置いてかれてるカールで、いや今年3年目だからね、1年先輩だから、あ、そっか、うん、はい、だからちょっと置いていかれるよ。そうですね、うん、もうちょっとこう輝いていきたいところですね。そうだね、うんうん、じゃあ続いてオリックス、はい、中川阿部、これは俺はキャンプで見てね、はい、宮城、中川阿部が、うん、そのピッチングしてたのよ、はい、キャンプ行った時にね、うん、でその全員いいピッチングしてたから、はい、でしかも阿部はね、このあの日本生命から、うん、あのオールドルーキーで入ってきたよね、はい、で中川はアンダースローっていうところでね、いい形かなと思ったけども、はい、今年出てこなかったね、うん、そうですね、うん、まあ、中川はね1軍で1試合登板してるけども、はい、1イニング無失点で、2軍ではでも 1.13 なのよ、防御率44試合登板、まあ、ほぼリリーフだけどね、はい、で登板でだからいいよね、うん、だから来年ぐらいひょっとしたら出てくるかもわかんないね。はい、そうですね、まあ、23歳ですし、うん、そうそうそう、41試合登板で防御率 1.13 って2軍でもすごいよ。めっちゃいいですね、うん、これはちょっと大期待だね。本当だ、はい、来年に向けてね、うんうん、そういった面では、はい、で、阿部、阿部翔太選手1軍では4試合登板、うん、防御率 7.36、うん、で2軍では、10試合登板 2.40、 ちょっとあれかな、怪我もあったのかな、ですかね、うん、先発じゃないのに10試合しか投げてないってことは、うん、ちょっと怪我もあったのかもわかんないね。そうですね、うん、2.40、 2軍では、はい、まあ、でもちょっと中川は期待だ ね、 そうですね、アンダースローだしね、うん、そういった面でもアクセントね、はい、あのつけれる投手になると思うし、うん、2軍でも 1.13 はすごいからね。すごいですね、うん、そう、リリーフでね、うん、はい、来年出てきそうですね、うん、パ・リーグがおーってなってレギュラーになった選手いないもんね。いないですね、うん、でもまあ与座がね終盤ちょっといい感じで、うん、あの投げれたんで来季期待したいのと、はい、この中川はまあ2軍でしっかり結果残してるんで、うん、まあそこは期待したいですよね。引き続き見ていきましょうっていう選手は結構、そうそうだね、全体的に、まあ、まだ新戦力だからね、はい、あと佐藤は本当に守備をもっと頑張んなきゃいけないし、はい、まあ、高部と鈴木はやっぱ1軍の壁だから、うん、この1軍の壁を乗り切れるようにもうちょっと頭を使ったバッティングしなきゃいけない、はい、でまあ、吉田輝星はまあしっかり低めの制球だね、全体的に制球が高いからね、うん、低めの制球をしっかりして、あとはビッグボスのお眼鏡に、そうですね、4月までにかなうかどうかが、はい、スタートダッシュ決めれるかどうかがまあ重要だし、うん、まあ、谷川原ね、これも一軍の壁だね、はい、で石原武藤は、まあ、石原もちょっと頑張らないと新人がね、キャッチャー入ってくるし、はい、まあ、武藤はね、赤間さん役まだこれからだからね、はい、そうです。で阿部ちゃんはもうね、怪我もあったかもわかんないですけど、うん、年が年だからね、はい、今作りでも結果が欲しいとこだね。はい、そうですね、うん、はい、で俺はこんな方だとちょっと中がちょっと来年成績だけ見ると期待したいんで、まあ、2軍で1点台、うんうん、素晴らしいですからね、はい、はい、まあ、引き続きですね、はい、注目していきたいですね、はい、はい。